ヤコブ・フィリップ・ハッケルトは、ドイツの風景画家である。ナポリで長く働いた。現在のドイツ、ブランデンブルク州のプレンツラウに生まれた。父親は、肖像画家、動物画家で、父親やおじから、絵の訓練を受け、1758年から、ベルリンの美術学校で学んだ。スウェーデン領ポメラニアやストックホルムで壁画を描く、仕事をした。 1765年から1768年の間はパリで働き、スイス生まれの版画家ディウンカーと働き、この頃は水彩画を専門とした。パリで風景画家として有名になっていたクロード・ジョセフ・ベルネやドイツ出身の版画家ヨハン・ゲオルク・ビレと出会い影響を受けた。1768年にイタリアに移り、ローマやナポリで活動し、イギリスの外交官で 美術収集家のウィリアム・ダグラス・ハミルトンの注文を受けて風景画を描いた。イタリア各地で風景画を描き、人気のある風景画家になり、ロシアの女帝エカチェリーナ2世のために描いたロト戦争のチェスマの海戦を描いた何点かの海洋画でも有名になった。1786年に両シチリアをフェルディナンド1世に招かれてナポリに移った。 ナポリでは後に、カポディモンテ美術館になる美術コレクションに絵画の修復の施設を作り、ローマから専門家を招くことを進言し、ローマでの多くの美術品の収集を監督した。宮廷画家となり、宮廷を飾る絵画を描いた。1786年にゲーテがナポリを訪れた時、ゲーテと友人になり、後年ゲーテはハッケルトの辞典の出版を手伝うことになった。 ナポリ近郊の海岸の町、ポジ、リポーニスミ、サルバトール・フェルゴーラや、ジュスティといったが顔で死にした。1799年に、ナポレオンのイタリア侵攻を受けて、ナポリに、パルテノペア共和国が建てられると、多くの王室のパトロンを失い、ピサに移り、最終的にフィレンツェに移り、フィレンツェ近くのサンピエトロ・ディ・カレジーに屋敷を買って暮らし、1807年に、その地で死去した。 ありがとうございます。